今回は前回の続きからやっていくぜ。前回の動画を見てない人は先にそっちを見るのを勧めるわ。まず紹介するのはこのキャラだ。SDAR15。SD と AR15 を分けるのがポイントね。キャストは加藤エミリさん。ラキスタを見てたおっさんなので。やめろその話は俺に聞く。他の AR 正体とは出自が異なり、喫水の戦闘人形ではないことにコンプレックスを持っているぜ。このゲームのキャラはアンドロイドに銃持たせてその銃の名前で呼ばせてるだけなのよね。どこかで池尾寺社長の趣味だとかなんとか聞いたことあるが真偽は不明だ。と入っても彼女のような出自が普通で、M4 や M16 が特殊なだけだぜ。責任感が強く、冷静で大人っぽいと言われているが、実際はそうでもなく、マイペースでツンデレ、仲間意識が人一倍強いぜ。というか仲間に異常に執着しているんだよね。これが伏線になっているのよね。ゲームでは第3戦役から登場。一人で部隊のしんがりを引き受けているぜ。ちなみにキャラクターの初期案では活発な性格だったらしい。そこら辺はこの後解説するソップ2に引き継がれている感じがするな。また初期案よりも服装をシンプルにしているらしい。アニメのキャラデザもかなりシンプルになっているのはこのためじゃないかな。そして彼女を語る上で外せない話題がパンツ。なんとこの子公式でパンツが公開されている数少ないキャラなのよね。これについては以前動画にしたのでそちらを見てくれればよいが、公式設定では無地の白パンツに正面にピンクのリボン柄のかなりローライズなパンツを着用。左の側部が一部紐パンにようになっており、そこからさらに紐が伸びて脚部のナイフと接続している。私はこれを紐パンナイフと呼んでいる。確かにこのパンツで大人っぽいは無理があるわ。そして忘れてはいけないのは彼女の胸部。そそり立つ断崖がごとき胸部は紳士たちの格好の餌であった。そして何を思ったか公式から洗濯板のグッズが販売される始末。これで貧乳ネタは公式になったのか。でもアニメのビジュアルだと少しあるように見えるよね。そこが結構批判があって、どうして絶壁じゃないんだ、父を盛るな、という意見がちらほら見られたぜ。もう許してやれよ、昔から言うだろ。貧乳は希少価値だ。ってな、まさかここでラキスタを拾ってくるとはな。ともあれ彼女もストーリーの中では間違いなく中心になるキャラクター。劇中での活躍が楽しみだぜ。さて次のキャラクターはこいつだぜ。M4、ソップモッドズ。名前が長い。そのため指揮官たちからはソップとかソクコとか呼ばれて親しまれているぜ。AR 正体のマスコット的存在で、子供っぽくて人懐っこい性格。しかし戦闘のこととなると性格が豹変。残酷で残忍、サイコパスな一面が垣間見えるぜ。子供の時って平気で残酷なことやっちゃうからね。精神年齢が幼いこともあってそういうところには無頓着なのだろう。ゲーム内のデザインでは改造と破壊をテーマにデザインされておりコントラストが強めについている。よく初見の人からは敵キャラと誤認されるらしい。自分の左腕を敵のものと乾燥していたり髪を白く染めたりとかなり改造されているぜ。アニメのビジュアルではサワンの設定はどうなってるか判断できないな。できるだけ原作に忠実だと嬉しいんだけどな。そんなこともあって怖さと可愛さが両立したかなり秀逸なキャラクターなんだが、公式の PV を見る限りそこら辺は問題なさそうだな。キャストの田村ゆかりさんの演技もマッチしてるし一段と楽しみだぜ。そんなソクコだが AR15 とは対照的だぜ。具体的にどの辺か、AR15 は大人っぽくてソクコは子供っぽいとは言われてるんだけど、胸部装甲も対照的となっている。AR15 は絶壁のゼッペルスだったのに対してこのソクコは脱ぐとすごい。そこには確かな胸の膨らみがあり、あまりにも際どすぎる格好はもうなんかもうあれ。その様は地球に走る縦線。言うなれば経線。赤道と対比させて本初子午線とも呼ばれたりする。誰がうまいこと言えと、アニメのビジュアルでは体のラインが強調され腹腰でも OPI の大きさが分かってしまう。その点も論争の火種になってしまっており、そこ胸盛りすぎじゃねえ陣営ともともとこれくらいあっただろ陣営に分かれて派閥争いしているとかなんとか。そんなこんなでこの子の OPI についてはどう思うかな、コメントで教えてね。てな感じで今回はここまで、チャンネル登録と高評価、それともう一本動画を見てもらえると嬉しいぜ。ということでご視聴ありがとうございます。